俺はケンジ、最近イライラしている。あーくそ、全然モテねえ。女って何なんだよ、なんで俺の餌が分かんねえんだよ。あと身長が10センチ高かったら、そしてもっとイケメンだったら人生イージーモードだったのに。はっ、滑稽だな。リン先生、お前にとてもいいことを教えてやろう。うん。それは変えられないことに悩むのは時間の無駄だということだ。変えられないこと？そう、自分の声や顔、身長などの生まれつきのもの、そして他人の行動や評価、批判などだ。俺の悩んでいたことだ。これらは私たちにはどうしようもない。こういったことを自分の思い通りにコントロールしようとすればするほど絶望することになる。逆に自分の変えられることに集中すればするほど活力が生まれて元気になるものなのだ。変えられることか。ああ、例えばダイエットや筋トレ、メイク、勉強、仕事など、まあざっくり言うと自分の行動だ。お前は自分が変わらずに周りが変わることばかり望んでいないか？言われてみれば、変えられないことばかり悩んでたよ、俺。そうだろう。悩みの9割は人間関係によるものと言われている。そんなにみんな変えられないことに悩んでいるんだ。はあ、みんな友達と疎遠になったとか、顔がもっと美人だったらとか、上司が嫌いとかな。そうやって変えられないことに悩んで行動しない人は、一体何時間を無駄にしているんだろうな。結局解決策は見えず、行動するための時間も少なくなるだけだ。でも現実は壁が高すぎて全然うまくいかないんだよ。他人から受け入れてもらえないし、身長低いし、だからいじけてしまいそうになるんだよ。泣くな。泣いて何とかしてもらえるのは赤ちゃんだけだ。大人になったら欲しいものは自ら取りに行かねばならん。それなのにもかかわらず、この世の中にはまだ赤ちゃんの頃の習慣が抜けずに、怒鳴ったりわめいたり落ち込んだりして、誰かから何かを与えてもらおうとする大人が多すぎる。それは2歳児のやることだ。お前は2歳児じゃないだろう。うん。だったらとにかく欲しいものを手にするために自ら行動すべきだ。行動か。そう、全ては行動だ。結果も評価も私たちにはコントロールできない。固執するな。結果が良くなるためにどれだけ自分で行動するかに集中しろ。お前は自分でコントロールできる範囲で最大限の努力をすればいい。それだけだ。うん。さて、お前が今すべき行動は何だ？ここでモテないと泣くことか、ぐずぐずと愚痴ることか、ネットに誹謗中傷を書くことか。違う。俺はまず筋トレから始めようかな。よし、決まったら動け。お前にはもう悩んでる時間はない。わかったよ。いったって、めっちゃ筋肉痛になった。でも頑張ろう、自分でコントロールできること。はい、望月凛です。今回はフリーのイラストレーターであるハワンさんが書かれた名著、危うく一生懸命生きるところだったを解説していこうと思います。この本は一生懸命生きているのにもかかわらず、なんか報われないとか、自分は何のために頑張ってるんだろうと思っている人におすすめの一冊だ。まず一つ目は、努力は必ず報われるわけではないだな。当たり前だが、努力したからといって報われるわけではない。努力は私たちを簡単に裏切る。実際に一生懸命やったのに結果が出なかったことがあるだろう。はい、ありますね。プログラミングとか物理とか何回勉強してもわかりませんでした。うむ、逆に一生懸命努力しなくても報われる人もいる。そうですよね。数えきれないほどのオーディションを受けてもデビューできない人もいれば、友人のオーディションについていったことがきっかけでデビューしてしまう人もいる。つまり必死に努力したからといって必ずしも見返りがあるとは限らないし、必死にやらなかったからといって見返りがないわけでもない。生まれつきの才能もありますからね。ああ、努力したからといって宇多田ヒカルや米津玄師の声や作曲センスを身につけることができないのと同じだな。じゃあ努力するなってことですか？いや、そうじゃない。歌が上手くなりたい人はボイストレーニングをして一生懸命努力すればいい。足が速くなりたい人は走る練習をすればいい。ただその努力は必ず報われるわけではないと、そう言いたいわけだ。なるほど。ほら、この世の中は自分がこんなにも努力したんだから必ずこれくらいの見返りがあるべきだという考えを持っている人があまりにも多いだろう。その考え方こそが苦悩の始まりだと言っているんだな。言えてますね。
ああ、見返りはいつだって気まぐれなんだ。努力したからといっていい結果が出るわけでもないし、努力しなかったからといって結果が出ないわけでもない。もちろん努力した分だけ結果が出ることもある。この現実を受け入れれば少しは生きやすくなるだろう。何事も頑張れば叶うわけじゃないけど、やってみる。そんな感じで気を張りすぎずに生きてみるべきだとこの本には書かれているんだな。ああ、すごく救われるなそれ。2つ目は、やる気がなくても働いていいだな。よくどうやったら仕事のやる気を出せますかという相談を見かけるが、この悩みはちょっとおかしい。え、どこがですか？普通だと思いますけど、やる気がないとダメでしょう。やる気っていうのは愛情みたいなものだ。どうやったら仕事のやる気が出せますかというのは、好きでもない女性を目の前にしてどうやったら彼女のことを好きになれますかと聞いているようなものだ。ゲゲゲ、確かにそうかも。どんなに努力をしたって好きじゃないものは好きじゃないように、やる気が出ないものはやる気が出ない。やる気は自ら作り出すものであって、誰かに強要されて作り出すものではないんだ。確かにそうですね。目が覚めました。でもやる気がないならやめろって言われるんですよね。だから困るっていうか。そもそもほとんどの人が働くのはお金を稼ぐためだ。だからやる気がなくても好きじゃなくても働けばいいんだよ。この世界の全員がやる気を持って好きな仕事をしているわけじゃないしな。時間と労働力を使っているのにもかかわらず、さらにやる気まで要求してくるなんて、会社はちょっと欲しがりすぎだろう。言われてみればそうですね。やる気がないならないなりに目の前の仕事を淡々とこなせばいい。続けていればそのうち好きになってくるかもしれないし、やっぱり好きにならないかもしれない。他にやる気を見出せる仕事が見つかるかもしれない。そしたらその時やる気を注ぎ込めばいい。むやみにやる気を出そうとすると反動で無気力になるぞ。3つ目は、世間の風潮を捨てて自分らしく生きるだな。この世の中には年相応にこうするべきという風潮があるだろう。例えば30歳までに結婚するべきとか、出世するべきとか、子供を作るべきとか、夢を持つべき、男はマニュアルの車に乗れるべき、女は子育てするべきみたいなやつだな。ありますね。最初はこの本の著者も他人の期待や世の中の風潮に合わせて生きようと頑張ってみたそうだ。頑張って出世してお金持ちになるために努力した。誰に見られても恥ずかしくない立派な人生を目指した。はい。だが努力は必ず報われるわけではない。結局出世はできなかったし、モテないし、人並みにしか稼げなかった。40歳なのに結婚もしていないし、車も持っていない。みんなによく見られようと頑張れば頑張るほど苦しくなった。そこで著者は周りの目を気にするのをやめて自分らしく生きることにしたんだ。そもそも結婚したいわけではなかったし、車が必要なわけでもなかった。そして思った。本当に恥ずべきなのはこの年で何も持っていないことではなく、自分なりのポリシーや方向性を持たずに生きていることだと。自分なりのポリシーを持って生きることか。ああ、何のために頑張っているのか。もしそれが他人のためなら、一度自分の生き方を考え直してみた方がいいだろう。4つ目は、人と比べてはいけないだな。最も手っ取り早く簡単に不幸になる方法がある。それは誰かと自分を比べることだ。比べるか。ああ、今すぐ自分よりも稼ぎのいい誰かやイケメンの友達、芸能人などを思い浮かべて自分をそっと横に並べてみよう。自分はなんて不幸なんだろう。身長も低いし、頭も良くないし、お金もないし。そうだろう。誰かと自分を比べることで簡単に不幸になることができる。だから私たちは誰かと自分を比べないように気をつけなければならないんだ。でも自分が気をつけていても、親とか友達が勝手に比べてくるんですよね。あそこの家の子は任天堂に就職してもう結婚したんだって、あんたは何してるのって感じでさ。ああ、みんな比較するのが大好きだからな。そう考えると人間は人生の大事な時間を幸せを探すより不幸を探すことに費やしているのかもしれないな。本当にそうですよね。だが考えてみてほしい。私たちが自分と比べてしまうのはいつも自分と近い存在だろう。例えばビル・ゲイツやイチローがいくら稼いでいようが嫉妬しないし、そもそも自分と比べようとも思わないだろう。そうですね。ビル・ゲイツとかイチローとかはもう自分とレベルが違いすぎて比べる気がしないんですよね。
ね。その通り。私たちが比べてしまうのは自分と同じレベルだと感じているやつだ。バカだと思っていた同級生が東大に入っていたり、後輩が美女と腕を組んで歩いていたりすると嫉妬するわけだ。そうですね。つまり人間はほとんど自分と似たレベルの相手と比べて落ち込んだり優越感に浸ったりしているんだよ。それってどんぐりの背比べだろ。はい。ビル・ゲイツとかイチローから見たらマジでこいつらくだらねえなーって思っていることだろう。だから人と比べられそうになったらこれはどんぐりの背比べだって思うことだ。そうすれば受け流せる。はい。次は期待しすぎるなだな。人生の真理として期待しすぎると必ずがっかりすることになる。例えば友達からこの映画すごく面白かったから絶対に見てと言われて見た映画がつまらなかったらすごくがっかりするだろう。あと期待していたゲームがつまらなかったらすごくイライラしたりする。ああ、ありますね。逆に期待せずに見た映画がそこそこ面白かったら少しは得した気分になるはずだ。はい。同じ映画でも期待していた人はがっかりして、期待していなかった人は普通に面白かったという。つまり期待と失望はセットなんだ。期待するから失望する。言われてみればそうですね。これは映画だけではなく全てにおいてそうだ。新しくできた飲食店に行くときも、マッチングアプリで誰かに会うときも、新作のゲームをやるときも、期待しすぎると必ずがっかりする。だが期待しなければそこそこ楽しめるんだ。大きな期待をしなければ毎日が小さなラッキーの連続になる。逆に期待すればするほど人生はつまらなくなっていく。何でもそうだが、楽しく生きていきたいのなら過度に期待するのはやめた方がいいだろう。6つ目は他の選択肢はないという執着を捨てるだな。例えばこの仕事をクビになったら終わるとか、この女性を逃したらもう結婚できないと信じた瞬間に悲劇が始まる。悲劇？ああ、それがダメだったら他に選択肢はないと思い込んでいるから絶望するんだ。実際にこの本の著者は高校生の頃、韓国で一番難しいと言われているホンデ大学に入学することに執着していた。他の大学では意味がなくて、ホンデ大学に合格することだけが唯一の希望であり、他に道はないと思い込んでいたんだ。日本でいう東大みたいなものか。ああ、しかし残念なことに3回受験に落ち、その時自殺まで考えたそうだ。そこまで？ああ、これしかない。これ以外に選択肢はないと思い込んだものがダメだった時、人間は絶望する。結局7年かけてついに本出大学に入学することができたが、大学に入っても大して人生が変わることはなかった。大学に7年もかけたのか。もったいない。この話はもちろん諦めずにチャレンジし続ければ夢は叶うというサクセスストーリーではなく、他の選択肢はないと考えることがいかに愚かであるという話だ。たった一つこの道しかないと信じた瞬間に悲劇が始まるんだ。執着しそうになった時はほんの少し顔を上げて周囲を見渡すだけで他の選択肢がいろいろあることに気づく。そうすれば余裕を持って生きることができるだろう。次はやらなかった後悔は後を引くだな。やりたいと思っていたのにやらなかったことが誰でも一つや二つないか？ありますけど。この著者は子供の頃映画監督になりたいと思っていたそうだ。しかしその夢は叶わなかった。なぜなら映画監督になるための努力など一切してこなかったからだ。はあ？行動してない？そんなの叶わないに決まってるじゃないですか。おう、言うね。じゃあお前は一目惚れした女性に声をかけているのか？かけてねえ。行動しなければ叶わないのにか？はい、俺バカじゃん。はあ、だが安心しろ。この世の中は夢だけ見て何もしない人がほとんどだ。夢を見ても何も行動しなければ何の痛みも味わわなくて済む。だけど何年か経ってあれをやっていたらどうなってたのかなと思い出して胸の奥が苦しくなるんだ。う、わかる。だから人生行動してもっと下手こいていこうと言っているんだ。おお。いとも簡単に手放した夢、好きの一言が言えなくて遠くからただ見つめることしかできなかった恋、私たちは失敗してもいいからもっとやらかすべきだ。自分の心に従って行動すれば少なくとも誰かのせいにすることはない。拒絶されたとしても試しもせずに諦めるよりマシだ。夢や恋が叶わなくてもその行動には十分意味がある。だから今より少しだけ自分の人生に忠実になってみよう。8つ目は
ダメな自分を認めたら自尊心が増すだな。最近 SNS で目に入る金持ちや美人セレブと自分を比べて、俺はなんてダメなんだ、私はどうせ受け入れられない、自分は生きる価値がないという具合に自分を卑下する人が増えたように思う。僕もそうですよ。自分なんてゴミだと思っています。うむ、だが自分を卑下して生き続けるのは苦しいだろう。まあそうですね。そもそも自尊心が下がる一番の原因は何だと思う？やっぱりすごい人と自分を比べてしまうからでしょうね。まあそれもあるが、一番の原因は自分を過大評価しているからだ。自分を過大評価？ああ、俺は本当はもっとすごいんだと思っているから、理想と現実のギャップが大きくなりすぎて悩んでいるんだ。言われてみればそうですね。だから現実の自分がどんどん嫌いになっていき、最悪の場合自ら命を絶つ人もいる。動物はどうだろう。リスは他のリスより顔が醜いとか、どんぐりを集めるのが下手だからといって自殺したりはしない。動物たちには幻想がなく、自分を過大評価したりもしない。ありのままの自分で生きている。だからこそ自由に行動できる。私たちも幻想を捨ててありのままの自分を認めないといけない。ダメな自分を認めろと？ああそうだ、自分はまあこのくらいの人間です、それでも悪くないなと考えてみることだ。そう思って今の自分を受け入れてあげると、逆に自尊心が高まってくる。 100% 満足したわけではないし、心の中に自分はもっとすごくなりたいという気持ちを持っていてもいいだろう。でも今のままの自分でも悪くないじゃん。そう思うことが自尊心を持つっていうことなんだ。背伸びをすることじゃないぞ。なるほど、勉強になるな。最後はお金のために自由を後回しにしないだな。この著者は仕事を辞めてから1年間あえてお金を稼がないように生きたそうだ。40歳の男が働きたくないとか情けないやつだな。うむ、そう思われてもいいから、人生で一度くらいは自由な暮らしを満喫してみたかったと言っている。なるほど、まあでも正直羨ましいです。でもなんでお金を稼がないと決めたんですか？うむ、それはこれまでお金のために自分の自由が奪われていると思っていたからだ。お金のために自由を失う？ああ、年収300万円の人も1000万円の人も1億円の人もまだまだお金が足りないと嘆いている。つまりお金のために自由を後回しにし続けたら、私たちは一生自由にはなれない。とはいえお金は稼がないと生きていけない。ということで著者は今の生活が維持できるくらい稼げればいいと思って働くことにしたそうだ。今の生活か。ああ、今まではよくわからない未来のために我慢してお金を稼いで貯金していたんだが、それをやめて今の生活が維持できるくらい稼ごうという感じにしたんだ。この著者はフリーランスでイラストレーターをやっているしな。そうすれば必要以上に働く必要はない。よくわからない未来のためじゃなく、現在の自由のためにお金を稼ぎ、死ぬまで自由に暮らすのが目標なんだそうだ。へえ、そういうのもいいな。さてまとめだ。努力は必ず報われるわけではない。やる気がなくても働いていい。人生マニュアルを捨てて自分らしく生きる。人と比べてはいけない。期待しすぎるな。他の選択肢はないという執着を捨てろ。やらなかった後悔は後を引く。ダメな自分を認めたら自尊心が増す。お金のために自由を後回しにしないだな。もし毎日の生活になんか余裕がないなと思っていたり、何のために頑張っているんだろうと悩む人は、一度ブレーキを踏んで本当に今進んでいる方向が自分の行きたい方向なのか確認してみるといいだろう。もしかしたら誰が一番お金持ちになるのか競争や、誰が一番早く結婚するのか競争といった、誰かが作ったレースの上を危うく一生懸命生きるところだったと気づくことになるかもしれない。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。今日の授業は終わり。また来てね。